様こんばんは。本日もトナカイ開店21名様クリスマスソングをお届けいたしますのだ。もうすぐ楽しいクリスマス、トナカイさんの登場なのだ。
チューズデースペシャル第2弾。失敗は成功のもと。何でもやってみよう。やってみたい。この気持ちが本当は毎日何かやってみる。一つ何か学びたい。一日一つ何か知りたい。やってみたい。この気持ちが何でも向上につながるのではないでしょうか。先生もまだまだ未熟ですが、今日はだらだら過ごすのではなく、何か得るものを自分で学ぶ、これも調べるということも大切なことだと思います。人間 100% 全て1から100まで全てできる人はなかなかこの世には誰一人としていないのと同じです。自分からやってみたいな、知りたいな、今日は何を学ぶのかな、何をどうやってやったらこういうふうになるのかなと教わる気持ち、間違いやミスを恐れずに、わからないことはちゃんと聞いて失敗を防ぐことも大切です。もうすぐ楽しいクリスマス。五段の叫びに文句の叫び。考える人いろいろ練習すれば自分もあら嬉しいわ。自信につながり、できなかったことができるとまた達成感を味わうこともできます。今の演奏も少しミスがあったので、自己採点では90点ぐらいでしょうか。皆さんもどんどん添削指導、点数をつけていただくともっともっと励みにもなります。自分から何かやってみようという気持ち、何か知りたい、学びたい、これは本当にプラスに働くと思っております。毎日一週間よくいろんな曲にチャレンジしておりますが、本日のゲーム怪人二十一面相でございました。それではまた。願いましては 5×3 プラス10かける2割る2 25安算。願いましては 5×3 乗15割る2 7.5ピポン。ワニはクロコダイル、アヒルはダック、羊はシープ、ウサギちゃんはラビット、イングランドの丘のかわいい緑ちゃんも五輪中でございました。誰でも一日一日大切に日々を過ごしたいですね。時は金なり、貴重な時間と労力を無駄にせず、日々精進に励む。間違いやミスはあって当たり前だのクラッカーでございます。それではまた。